はい、それにはですね、今回の動画では図形であったりだとか、あと画像ですね、まあ、こういったものを一発でコピーする方法というのをやってみたいというふうに思います。で、まあ、前回の動画ではですね、文字であったりだとか、あとこういう Excel でいうとこういう表ですね、まあ、これをコントロール C でコピーしてコントロール V で貼り付けをするという方法をやったんですけども、まあ、今回のようなこういう図形ですとか、あとこういう画像ですねといったものは、まあ、もちろんコントロール C、コントロール V でコピー貼り付けでできるんですけども、まあ、ショートカットキーを使って一発でコピー貼り付けができますので、まあ、早速ねやってみたいというふうに思います。それでは、まずね、このじゃあ図形の方をコピーしてみたいと思いますんで、まあ、この図形を選択をしておいて、コントロールキーを押しながらアルファベットの D ですねを押してください。はい、そうするともうこの一発コントロール D だけでコピーをして貼り付けができてしまいましたと、まあ、こういった形ですね。はい、で同じくこういう画像も同じこのやり方でコントロールキーを押しながら D を押してもらうと、もうコピー貼り付けが一発でできてしまいます。はい、まあ、こういった形で、まあ文字とかをコピーするときはこれは使えないんですけれども、こういう図形であったりだとか、あと写真とか画像ですねといった場合をコピーして貼り付けをしたい場合は、まあ、コントロール D で覚えてもらえるともっとより、ね、便利にコピーができるんじゃないかなというふうに思います。それでは、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。